10日夕方6時特集スポーツの日。10月10日はスポーツの日。昭和39年にスポーツに親しみ健康な心身を培う日として制定された国民の祝日体育の日が令和2年よりスポーツの日に改称。これに合わせてスポーツにちなんだ番組を特集放送します。日韓ワールドカップでキャプテンとして日本を牽引し所属チームの清水エスパルスでも数多くの優勝を経験した日本サッカー界を代表する森岡隆三さんやジャパンオープン 50m 背泳ぎで11年ぶりに中学生記録を更新した寺川龍之介さんに密着。スポーツ関連番組を5時間一挙放送。アマチュアからトップクラスのアスリートの活躍を 4K 映像でお楽しみください。